アルバート・ハモンドはイギリス出身のシンガーソングライター。カリフォルニアの青い空、落葉のコンチェルトのヒットで知られる。息子はザ・ストロークスのアルバート・ハモンド・ジュニア。ジブラルタル出身の両親が第二次世界大戦の影響で避難していたロンドンで生まれる。大戦後にジブラルタルへ戻り幼少期を過ごす。1960年にジブラルタルで ザ・ダイヤモンド・ボーイズというバンドを組んでいたが、あまり成功しなかった。しかしジブラルタルに近いスペインの音楽シーンには影響を与えたと言われている。1969年にはイギリスのボーカルグループ、ザ・ファミリードックに参加。同グループの A Way of Life は UK でトップ10ヒットを記録した。1970年代に入り、アメリカ合衆国に移住。 1972年にカリフォルニアの青い空がビルボード最高位5位、年間33位を記録した。その後、フリーエレクトリックバンドや落ち葉のコンチェルトなどが日本でヒットした。また、作曲家としては、ホリーズの安らぎの世界、レオセイヤーの When I need you、カーペンターズの青春の輝きなどがヒットした。1981年には風のララバイが、 日本で小ヒットした。2000年に大英帝国勲章を授与された。ありがとうございます。